では、牛久選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずオフィシャルから質問です。大会まであと2日となりました。現在の心境を教えていただけますか？そうですね、すごく楽しみですね、はい。その楽しみというのは、こう海外に行ってやはりこう遠征を重ねて、そういった姿、成長を見せられる、そういった楽しみということでしょうか？そうですね、それも含めて本当作ってきたものがあるんで、まあ、それを早く、まあ、出したい、見せたいっていう気持ちもありますね、はい。ちょっとだけ調整します。少し近づいて、はい、すみません、ありがとうございます。それでは、今回の試合に向けて強化した部分だったり、新たに取り組んだものだったり、そういうのを教えていただける範囲で教えていただけますか？そうですね、まあ、もともと僕が持っているものがあって、それがまあ一つ一つこうなんか繋がってない部分があって、まあ、それが向こう行って動きが総合としてすごく繋がったなっていうのを実感してますね、はい。ではこう MMA というのが全体的にこう繋がったというような、そういったイメージですか？そうですね、はい。ありがとうございます。それでは改めてになりますが、今回の対戦相手の印象というのを教えてください。そうですね、すごくこうリーチがあって打撃がすごく上手な選手ですね、はい。では今回ご自身ではどんな試合の展開になるとイメージしているか教えてください。そうですね、まあ萩原選手もディフェンス力も組に対するディフェンス力もこの期間ですごく成長していると思うんで、まあ、お互い、まあ、僕も成長しているんで、すごく面白い試合になるんじゃないかなと思ってます、はい。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それでは、事前に申請いただいておりました、オリコンニュースさんからお願いいたします。マイクをお持ちします。オリコンニュース井原です。よろしくお願いいたします。お願いします。戦績的に見ますとですね、牛久選手現在は2連敗中ということになるんですけども、そこに対するこう焦りとかそういった部分というのは気持ちとしてはいかがでしょうか？焦り、まあもちろん良くないことですけど、まあこの試合がこの試合なんで、まあそれは関係ないんで、しっかりとこの試合に集中して自分のやるべきことをやるっていうだけですね。今回フェザー級の試合が大会の中でたくさん組まれていらっしゃいますけれども、はい、何か気になる試合とか注目しているものっていうのはありますでしょうか？そうですね、横山選手と真島選手の試合、あとは中原選手と、白川選手の試合ですかね、うん、はい。自分の試合以外もそこはちょっとチェックしておきたい。それは今後の対戦とかそういったところも含めてということなんでしょうか？まあ、そうですね、対戦も、まあ、応援もいろいろ含めて、うん、はい、楽しみにしてます、はい。横山選手はやっぱこう交流があるというところでちょっとまあ応援っていう気持ちはあるんですか？もちろんありますね、はい。ご自身がまあ保持されていたベルト、フェザー級のベルトなんですけど、まあ、次々とこう持ち主が今変わっていってる状況ではあるんですけれども、この目まぐるしい動きっていうのはご自身と元チャンピオンとしてはどのようにご覧になっていらっしゃいますか？いやでもすごくこう面白いな、こうフェザー級がこう なんていうんですかね、こう、まあ、いろいろなんて、まあ、予想外のことがいろいろ起きて、まあ、すごくこう面白いなと思いますね、純粋に、はい。客観的にご覧になって。そうですね、はい。その中でももちろんこうもう一度自分がベルトを腰に巻くという思いも持たれていると思うんですけども、はい、なんつうのこう自分としていつ頃またとかそういう目標みたいなのはあるんでしょうか？まあ、もちろん目標はありますけど、まあ、この試合が大事なんで、うん、まあ、この試合がないと先もないんで、だからもう本当、まあ、本当に今の試合に集中してるって感じですか、はい。今回からまあ ATT 所属ということで、 T シャツにもロゴが書いてらっしゃるかと思うんですけれども、はい、セコンドに堀口恭司選手が疲れるということなんですかね、はい。あ、そうです、はい。でその上でさらにこう今まで疲れていた横田コーチも一緒につきますね、はい。昨日のこうなんかライジンの番組でいろいろとそこは話題になってたのをご覧になりました？あ、ちょっと、はい、見ましたねその辺ちょっとファンもこう、はい、気になっている部分もあるかと思うんですけど、そのセコンド陣のチームワークというか連携的な部分というのは今のところいかがですか？
まあ大丈夫じゃないですかね。まあ結局、まあ、僕自身、まあすごいです、まあ、大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて、トキュットラインの元井先生、よろしくお願いします。お願いします。まあ、ちょっと、まあ、先ほどの質問で一つ気になったのは、フェザー級でいろいろ予想外のことが起こっているっていう、予想外のことっていうのはどの辺のことですか？まあ、予想外というか、まあ、いろいろこう、なんていうんですかね、まあ、面白い展開になってるなっていう、まあ、感じですか、ね。はい。それは自分が予想していた勝敗とちょっと別の勝敗が出ててっていうことですか？もう、まあ、それも含めてそうですね、まあ、いろいろとこう本当面白いなって感じです。はい。あとアメリカで練習するようになって、海外との距離っていうのを多分感じたこともあるのかなと思うんですが、自分の中で今その距離感って何か感じるところありますか？海外との距離っていうと、いわゆる実力というかテクニック、技術的な面とかそういうものにおける、あ、そっちの距離。そうです。そうですね。でもその中でこう僕距離っていうか、まあ、僕の中で通用するものがあったり、まあ、ここが足りないなっていうのが、まあ、強い選手とスパーすると明確に分かるんで、まあ、それはすごく収穫だなと思ってます。はい。それは行く前に考えていたものと行って実際にやってみて の差はどういう感じで、大きかったのか小さかったのか？いや、そんなに大きくは感じないですね。はい。ということはこれから頑張っていけば十分手が届くなっていう。そうですね。はい。ということは、まあ、今までさっきほどからこの試合に勝たないと先がないというおっしゃってるのは十分承知の上で、今後はやっぱりここで勝っていってライジンでまた王座を取り海外にもみたいな意欲があると。そうですね。まあ、その意欲がないんだったらやる意味はないと思ってるので、はい、もちろんありますね。はい。それは近い将来。はい、そうですね。ありがとうございます。本格的な松山です。お願いします。お願いします。今回その打撃の部分でいうと、堀内選手がその、セコンデつくということで、古川会長はどうなりますか？古川会長もアドバイスもらいますね。はい。でセコンデでは今回つかない？あ、いや、つきます。あ、つくんですね。横田さん、古川会長、つきます。その3人でということですね。はい。じゃあその中でこう、なんだろう、役割分担というか、そのセコンドのアドバイスの調整っていうのはできている？できてますね。まあアメリカで作ってきたものを知ってるのはやっぱり堀口さんですので、まあ、そこが、まあ、軸になるかなと思ってますね。はい。まあ、そこが軸になります。はい。そうそう、アメリカでは全然ウェレスリングが随分やり込んできていると思います。はい。それでこの試合に限ってはリングになるので、それは今回の萩浦戦に関しては、石工選手にとってはどういうふうに感じてますか？そのリングか刑事か。そうです。そうです。まあ、リング、まあ、そこはでもあんまり、まあ、気にしてはないです。はい。テクダックがしやすい、あるいは相手が立ちにくいということに関しては？そうですね。まあこうお互いにとってこう、うん、なんていうんですかね、まあいい面もあれば悪い面もあるので、まあ、それも含めて特には気にしてないですか？はい。萩原選手はこの間のカイラー本戦を見る限り、そのテイクダウンを切って切って、そして打撃でという形になると思います。はい。その打撃に関しについては、どのように感じていますか？あ、すごく打撃もいいものを持っているなっていうのは本当に感じてます。はい。そのいいものを持っているものに対して、対してどのように戦いますか？まあ、本当こう自分の動きするだけですね。まあ、もちろんそこも警戒してますけど。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。それでは続いて、Zoom で参加しておりますeファイトさん、お願いできますでしょうか。はい、ファイトの安藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。すみません、一点だけよろしくお願いします。先ほど発言の中で、その萩原選手 の組み能力がその顎の線から上がっているっていうところで、ご自身今回の試合が面白くなるだろうっていうような表現されましたけど、はい、こちら、解釈として
苦戦する場面もある一進一退の攻防になるっていうような予想も立てられてますか？まあいろんなシチュエーションは考えて練習してきてますね。はい。でそれはもうすべてその想定、まあ、作戦も含めて先ほどその、まあ、今回セコンドもちょっと変わっていきますけどそのことも含めて、まあ、言葉にしてというか、まあ、相談し合いながらとかいう感じで作戦も練っているというような状況ですか？そうですね。はい、本当その通りです。わかりました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。それでは萩原選手の試合前インタビューを始めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。まずオフィシャル、ちょっとマイク、まずオフィシャルから質問です。大会まだあと2日となりました。現在の心境を伺ってもよろしいでしょうか？まあ、楽しみな気持ちが多いです。それは前回の試合から、まあ、今回の試合に向けて、自分がこう成長したのを感じているとかそういうところですか？成長も感じてるし、でもうその 100% の準備ができたんで、なんでその楽しみな気持ちの方がでかいですね。ありがとうございます。それでは対戦相手の印象というのを教えていただけますか？まあ、素直に強い選手やなって思ってるし、まあ粘り強いというか、しんどい試合を仕掛けてくる選手だと思うんで、まあ、そういうところにその対抗できる準備練習もしてきたし、まあ、問題はないと思ってますけど、まあ、元王者なんで、まあ、油断はせずやっていこうと思ってますね。ありがとうございます。今回試合にテーマなどありましたら教えていただけますか？倒す。それはもう完全 100% できる自信がある。KO で倒す。ありがとうございます。では展開、試合の展開的にはどういった展開を経て倒せる自信があるか、そちらも教えていただけますか？どういう展開、まあやっぱり僕がやりたいことはもう一つで、まあ、打撃のスタンドの展開、スタンドの時間をその長くできればそういうチャンスも増えてくると思うんで、まあ、ひたすらスタンドの展開に持っていって、でそこで練習してきたものを出して倒すってことですね。ありがとうございます。オフィシャルからは以上になります。それでは事前に申請いただいておりました、オリコンニュースさんからお願いできますでしょうか？オリコンニュース井原です。よろしくお願いいたします。お願いします。前回の、アゴ温泉に向けてはですね、近畿大学レスリング部への出稽古などかなり、ハードな練習をされてきたかと思います。で、まあ、今回も、練習にすごく、手応えがあるようなんですけども、どんな環境でやってきたかっていうのを教えていただける範囲で、いただけますか？まあ、今回はその、セコンドについてもらえる岸本さんっていう方がいてるんですけど、まあ、その方のジムでしっかりその細かい技術の対策やったりとか、そういうのをメインでやったのと、でその東京ではドイトレーナーっていうフィジカルトレーナーのとこでフィジカルトレーニングと走り込みで、この試合に向けて走り込み合宿などもやって、まあ、そういう自分に負けないっていうテーマで毎日やって、でそのテーマも自分の中ではクリアしたんでまあそういうトレーニングをしてきましたね。まあ、あとは自分のスモーカージムで打撃の打ち込みだったりとか、まあ、スパーリングをやりましたね。走り込み、合宿でされたということなんですけども、今年の夏はもうかなりの猛暑で、はい、連日東京でも35度以上記録したんで、そんな中での走り込みだったんでしょうか？そうですね、一応その山の中、標高が高いところでやったんで、まあ、その気温はもちろん暑かったですけど、まあ、それよりもやっぱこの酸素が薄い状態でずっと走り込みをしてきたんで、まあそういうところスタミナ面に関しても今回その自信もあるし、まあ、その自分に負けずにやってこれたんで、メンタル的にもすごい調子いいですね。逆にこう牛久選手はまあ ATT 所属となって、まあ、最先端のアメリカでこう今回の試合に向けて練習してきたかと思うんですけど、そういう部分に対する警戒心とかっていうのはあるんでしょうか？まあ、警戒心とかは一切ないし、まあ、その向こうの本場のアメリカのそういう技術だったり知恵っていうのはもちろん入ってると思うんですけど、まあ、それを試合で出せるか出されんかっていうのはやっぱ自分次第と思ってるし、まあ、向こうもその慣れない環境でホワイトキャンプをやって、で、まあ、そういう慣れないチームと今回
初めての試合だと思うんで、まだそういう面に関しては、まあ、自分的には日本におられて経営クランでしっかりやられてる方が嫌だったしまだそこに対しての警戒心とかはあまりないですね。先ほどあの試合のテーマは KO で倒すというふうにおっしゃってて、でやっぱりこうライジン参戦当時は結構 KO 勝利の多かった萩原選手だと思うんです、はい、最近はまあ勝利も判定が結構ついてるのかなと思うので、やっぱりここはファンにもこうスカッとするような KO を見せたいっていう思いは、うん、まあ、それもありますし、まあ、そういうやっぱファンに見せたいっていう気持ちもあるんですけど、まあ、やっぱり KO で勝った方が自分的に気持ちいいし、まあ、試合を見返した時に、試合が終わって見返した時にこの楽しく見れるというか、そういうのがでかいんで、やっぱこの自分を満足させるじゃないけど、まあ、そういう意味でやっぱり倒して終わりたいですね。ちょっと試合とは少しずれるんですけど、先日の萩原選手のこう体タトゥーを紹介する動画も公開されていらっしゃったんですけれども、はい、ご自身の中でこうこの試合が終わったらどんなタトゥー入れたいなとか、そういう今後のプランっていうのはあったりするんでしょうか。特にないです。これも増やしてはいく、増やしてはいく予定です。ありがとうございます。では続いてエンカウントさん、そのままお願いします。エンカウントの島です。よろしくお願いします。お願いします。前回あの減量方法を変えたっていう話あったと思うんですけど、今回減量の方はどういううまくいってるんでしょうか。今回も、はい、もうすごいうまくいってるし、まあ、前日まで食事も全然いつもと変わらずとって、で体調の方も、あと体重 の, その残りの何キロかっていうの もうすごい調子いいんで、今回もその前回と同じそういう指導をそのドイトレーナーにしてもらってるんで、そういうところも問題なく朝食できてるんで心配ないですね。ちなみにあと何キロとか。あと3キロないぐらいですね。あと標高が高いところっておっしゃってたんですけど、はい、どのあたりで走ってたんですか。ね、長野県の何でしたっけ、あそこなんか長野県のスキー場ですねで、あの坂を走った感じ。サッカーもそうですし、その陸上トラックがあるところで、まあ、そういう陸上の選手とかが合宿で使っているようなところでやってきたんで、なんで坂も走ったし、陸上トラックもひたすら走らされましたね。ありがとうございます。じゃあ今回その対戦相手をそもそも牛久選手って聞いた時ってどういう心境だったんですか。まあ、心境は、まあ、元王者やし、まあ、倒したら美味しいなっていうのと、自分がステップアップするのにいい相手やなと思いましたね。そんな式選手の穴ってどういうところだと思ってますか。まあ試合映像を何回か見たんですけど、やっぱ負けてる時っていうのは結構その相手の圧に下がらされて、でそのまま飲まれてっていうパターンが多いかなと思ったんで、まあ、自分もファイトスタイル的にはそのガンガン圧をかけていくタイプなんで、まあ、そこがキーポイントになるかなと思ってるし、まあ、そこで飲み込めたらその向こうの弱いところをそのまま飲み込んで倒せるかなと思ってますね。牛久選手前回の時、あの牛久の引き込みみたいなワードができちゃったと思うんですけど、はい、引き込まれた時どうしようみたいなのありますか。ぶん殴ります。ありがとうございます。ありがとう。あ、ちなみにあとはまた1年前にあの鈴木千尋選手と試合したと思うんですけど、まあ、今あのタイトル挑戦っていうところまで行ってて、そういう鈴木選手の姿ってどう映ってますか。まあ刺激になってるし、やっぱもう一回やりたいですよね。やり返したい中の一人なんで、まあ、今回キラモフに、まあ、勝っても負けても、まあ、どっちにしてもタイトル戦線にいる選手なんで、まあ、ゆくゆくやりたいなと思いますね、もう一回。今回の試合勝ったら萩原選手も一気にまた生き残りっていう、前回は勝って生き残ったっていう感じだったと思うんですけど、もっとステップアップすると思うんですけど、はい、タイトルみたいな部分とも見据えてますか。まあそれは今回の試合の結果でだいぶ変わってくると思うんで、まあ、まずはもう日曜日の牛久戦にしか今は集中してないですね。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いて東京トレーナーの本西選手、よろしくお願いします。あの、岸本さんに、まあ、指示教わるようになってから、あの一番変わったところってどういうところか自覚ありますか。まあ、今まではそのつなぎ目というか、
MMA にしかない技術っていうのをこの教えてくれる人がいなかったんで、まあ、そういうとこ教えてもらうようになって、まあ、この自分の長所を生かして勝つための技術だったりとか、まあ、そういうなんて言うんですかね、壁際の技術とかっていうのもそういう MMA にしかない技術だと思うんで、まあ、そういうところだったりテイクダウン取られてすぐ立ち上がる技術とかそういうところが伸びてるなっていうのも自分で思うし、まあ、練習でもそういう成果がしっかり出てるのが目に見えて分かるんで、まだそういうところは成長してると思ってますね。あの前線のアゴン戦で勝利したことで、あのアゴン戦の前から岸本さんについてアゴン戦で勝ち、でアゴン戦からこれまでの間でやっぱりこの勝ったことでまたその信頼感が増していくことになって、成長度合いが増したみたいな感覚はありますか？それは正直すごいありますね。一度勝つまではやっぱり、まあ、半信半疑といったらあれだけど、そういうところはあったところが、うん、まあ、半信半疑なところとかは正直なかったんですけど、まあ、今回、まあ、その前回カイラオゴンに勝ったことによって、今までその新しく始めた取り組みだったりとかそういうのが間違ってなかったやなっていう自信になりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。では続いてズームで参加しておりますイーファイトさん、お願いできますでしょうか？はい、イーファイトの安藤と申します。よろしくお願いします。お願いします。すいません、1点だけお願いします。今の、 萩原選手の流れなんですけど、はい、まあ、あの 3連敗して厳しい状況からアグオン戦があって、でその中でそのご自身 その成長を見せて、まあ、今回、まあ、もう元王者とこう対戦するわけじゃないですか。でこの流れ自体っていうのはご自身はどう感じられてますか？まあ、流れはいい流れやなと思ってるし、まあ、前回のカイルワゴンに続いてこのいい段階を踏めてるというか、前回のタイプは似た選手なんですけど、このもっとやっぱり若さもそうやし、まあ、打撃もしっかりしてくるっていうので、まあ、このクリアしないといけない段階がこの明確に牛久選手に出てるというか、まあ、だんだんいい階段を登れていってると思うんで、まあ、いい流れやなと思いますね。では、あの今回 その自分にとっていい流れの中での今回 その牛久戦っていうのは自分にとって挑戦になりますか、それとも必ず越えなければいけない壁っていうふうに思ってますか？まあ、どちらもですね。わかりました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。では、はい、本格的な松山です。お願いします。あのその岸本さんから MMA のつなぎを学んだという中で、あのアゴン戦の時はバックは取られたけれど決めさせずに後半立ち上がってスタンドに持ち込んだ。じゃあ牛久の引き込みならぬ牛久の抑え込みにあった場合立ち上がる自信はありますか？あります。まず抑え込まれない自信もあるし、うん、まあ、そうなった時にもそのしっかり立てる自信もあるし、まあ、前回そのバックを取られすぎたっていうのもやっぱりこのちょっとその向きになったというか、そういう自分の悪いところが出てしまったんで、まあ、今回岸本さんのラウンドインターバルとか試合中に指示があれば、まあ、そういう冷静さも取り戻せると思うんで、なんでその辺に関しては心配はしてないですね。はい、ありがとうございます。